はい、じゃあね、シュシュシュと今日もメンテナンスクリーナーミスト使っていきますね。タオル、綺麗なやつ、もうちょっと綺麗なやつ、よいしょ、用意して、でシュッシュってやって様子見て拭き取りますね。よく振って、うん、こっちもね、よし、だいたい粗磨きで落としてるんで、で、よいしょ、キュッ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 、あ、よっ、これちゃんとね、事前にブラシかけて放り落としとかないとね、ここで一生懸命ゴシゴシしないとダメだから、あ、で、こんな感じ、はい、これで一通りいいかな。はい、じゃあ磨いて仕上げますね。ほら、豚毛、いつも通りですね。はーい、豚終わったとこで本当はね、馬、それからヤギ行くんだけど、この皮の状態を見て、今しっとりしてきていい感じなんだけど、よいしょ、フィンガーシフトね、うん、乾燥しすぎないようにね、うん、この上にちょっとコーティングします。今日は9、ウィルソンのキープコンディショニングオイルね、軽く、これスクワランなんでそんなに重くならないし、軽く表面をねコーティングしていきますね。それからあれだ、馬と、それからヤギで仕上げますね。まあ、グラブの、ね、状態によるんだけど、今日はねそれがベストかなというふうに判断しました。このどうしてもね、上にコーティングがないと傷みやすいし、乾燥しやすいし、汚れもつきやすいし、だからまあ、ラナパーでもいいけどな。今日はスクワラン。こんな感じで軽く塗布する感じでいいです。今度反対側ね、シェルバック。この軽くね、こうやって表面に塗布して拭き上げて、ブラシかけるだけでだいぶね違いますんでね、車のワックス的な、まあでも車乗らない人はわからないか、ワックスね、車チカチカにするでしょう、あれは車が錆びないように塗装してあるから
いんだけど、塗装がね傷むのが嫌で、塗装の上にねあのワックスで、ワックスっていうのは日本語で言うとローですね、ローであのコーティングするということですけど、まあ、これもそういった意味合い、それからスクワランだからね、あのお肌と同じで栄養補給の意味合いもありますね。ベトッと塗ってコテコテに塗ってしまっても意味がない、あの浸透する分だけ、よいしょよいしょよいしょ、あのこう吸って吸わなかったらね別にもう飽和状態だから塗らなくていいんだけど、吸うっていうことはね必要にしてるってことだから、これでコーティングしといてね、で拭き取って仕上げますね。はい、よいしょ、拭き取りね、はい、でこれでいいんだけど、もう一回ちょっと不安だから、あの不安だからっていうのは残ってると嫌だから、豚を軽くかけておきますね、もう一回ね。開けときました。いや仕上げ磨きに入っていきますね。まずはうまーね、あ、やぶちゃった、あまた変えなくちゃ、はい、じゃあ最後ねヤギですね、アルトペガサス西島印の焼きブラシ定番でございます。いいでしょうね、はーい、はーい、いかがでしたでしょうか。今日はねあの修理後の軽いあのお手入れということでこんな感じですね、はい、まあ、あんまりねもともとがぐちぐちドロドロのやつはねこんなに綺麗にはなりませんけれども、カサカサでしたがねあのしっかり保湿して汚れ落としてね、それから栄養補給の後はコーティングしてあげればこういう感じでね綺麗になりますよ。今日もありがとうございました。